お金で愛って買えると思う？それってホストとして？それとも僕としての回答？あなたとしてのかな。せーの、ほい。14ブラックジャーク。最悪、全然ダメなんだけど。はい、どうぞ。もうやだよ。てかさっきの質問だけどさ、答えはノーかな。だよね。結局みんな夜食の子と同棲してたり、昼食の花なる子と付き合ってたりするもんね。お客さんの方がよっぽど理解も思い出もあるはずなのに。まあいくら理解や思い出があっても僕らには思い出がなかったりするからね。情とかないの？情ってそもそも愛なのかな。そんな理由で一緒にいられても誰も幸せじゃないんじゃない？理由は何だっていい、そばにいたいっていう子がいたとしたら。でもやっぱりお客さんはお客さんなんだよな。まあもちろんすごい感謝はしてるけど。へー、それって虚しくなんないのかな。わかんない。少なくとも僕が女の子ならやらないかな。てかできないよね、うん、でもさ、歌舞伎町って寂しい人にはぴったりな街でさ、うん、失敗にも寛容だし、人生の敗者復活戦会場みたい。まあ港区も同じようなものかもね。でも同じ夜食って言ってもホストって私たちと全然違うよね。ホストって一言で言うと何なの。月9の延長かな。どういうこと。まあ、みんな本当はバカじゃないから分かってんだよね。彼女がいるとか、いつかは捨てられるとか、それこそ僕らにお金で見られてるとかさ。そうなの。うん、でも彼女たちは彼女たちなりに信じたいものを信じてるんだよね。探せばいくらでも疑う材料はあるけど、信じられる要素をかき集めて、それでもそばにいることを選んでくれてる。だから僕たちはクライアントであるお客さんからの打ち切りの通知が来るまでは月9をやり続けなきゃいけない。制作費が潤沢な月9をね。せーの、20。待て、飲むよ。飲ませてくれ。飲ませてくれ。飲ませてくれ。